青葉区一番町の喫茶店アズタイム。1983年のオープン以来、コーヒー好きの憩いの場として親しまれてきました。どういうコーヒー作ろうっていう毎日の連続なんで、一日も仕事が嫌だと思ったことはないんですよ、40年間。マスターの鈴木照夫さんが妻由美子さんとともに歴史を紡いできたアズタイム。入居しているビルの売却に伴い、今月28日に閉店することになりました。大学卒業後、自分の店を出そうと喫茶店巡りをしていた頃に、同じくコーヒー好きの由美子さんと出会い結婚。1977年、29歳で初めての店を仙台市中心部にオープンしました。昨日はこういうコーヒーだったから、今日は少しこういうコーヒー作りたいとか、味見しながら作ってって、で、あ、今日はできたっていうのがなんか嬉しくて、それが毎日の連続でしたね。1983年には2店舗目となるアズタイムを開きます。店の雰囲気が全く違うんで、それでこっちはこっちで新しいお客さんをつかもうってことで、それで始めたんですけどね。1987年、最初の店を閉店し、営業を一本化。自家焙煎のコーヒーを店内でブレンドするこだわりの一杯を届けてきました。この日のブレンドの味は、もう一味ですね。もうちょっと調整します。一回で味が決まる日もあれば、何度やってもしっくりこない日も。酸味を調整して二度目の味見は、大丈夫ですね。あとはこれから濃い口と薄口を作ります。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。じゃあ中濃で、はい、砂糖ミルクを好きし、いらないです、ブラックで、はい、あとコーヒー豆も買います、はい、娘が高校生ぐらいの時に初めて来て、もうかれこれもう15年くらい経つんですけどね、はい、びっくりして、ちょっと娘のためにちょっとコーヒー豆もちょっと買おうかななんて思って、はい、こういうのね、静かな感じの、またそしてコーヒーすごく美味しかったので、町に来ててきてね、こう落ち着ける場所が一つなくなるっていうのはすごい寂しいし、今40年間の思い出もありますからね。客が口を揃えて言うのが、コーヒーの美味しさ、そして居心地の良さ。空間作りにもこだわりがありました。このお店作るときに、一番最初にあの絵を買ったんですよ、気に入って。から自分が絵を飾るときはガラスを外して店と一緒に年取ってほしいということで、まあアズタイムの開店からのスタッフの一員なんで、このままずっと閉店までということで。74歳の鈴木さん、店を閉めた後もコーヒーを入れ続けたいと話します。まだまだコーヒーの仕事に携わっていたいので、それはまた皆さんとお会いできる機会を絶対作りたいなっていうのは、家内と二人では常に言ってます。またどっかでやってとかって声かけていただくんで、これは裏切れないなと思って。店名の由来は映画カサブランカの主題歌、アズタイムゴーズバイから。時の過ぎゆくままに、多くの人に愛された喫茶店は40年の歴史に幕を下ろします。